はい、おはようございます。本日でも地方鉄道立山線の茅ヶ木駅に来ております。はい、駅前です。車が結構通ってるんでちょっとガーって音がうるさいですね。駅舎に行きましょう。ただいまの時刻は朝の7時20分ぐらいでしょうか。よいしょ。ここ駅っていう駅名がないんだよね。何駅っていうのがないんですよね、で、ポストがあって駅前、あ、ちょうど車いなくなった。なんか立山博物館が2キロ立山側にあって、あと、あ、ちょっと歩いてきたんだけど何もないですね。ちょっと向こう歩けば集落で逆歩いたら何もなかったですね。駅前に公衆トイレがありました。駅舎行きましょう。手つけがすごいな。はい、待ち合い室の中ですね。ようこそ立山へってことで、ベンチと、まあ、いや、なんか窓口っぽいのがみんな地鉄の駅ってあるんですけど、一体いつまで使われてたのかがよくわかんないんですよね。調べても、なんか中見るとね、見えるかな、食器とかね、なんかヘルメットとかなんかいろいろ置いてあるんですけど、一体いつのなんだろうみたいな感じなんですけど。時刻表が、はい、まあ毎時1本ですね。今は12月、違う、ごめんなさい、1月なので今日何日 ?7 日 ?7 日なんで本数がだいぶ減っちゃうんですよね。まあ冬に立山来る人いないでしょっていう。サビアのね、なんか風が入ってくるんだよこの待合室。ホームです。どうやら昔は交換駅だったらしいですね。だいぶ前の話らしいですけど、ですね、こっちが、なんて言うんだ、寺田岩倉寺富山、逆立山ですね。はい、寒い。現在気温が、携帯で見たら3.4 度とかって書いてありましたけど、まあまだ耐えれるかなっていう感じですね。茅ヶ木、横江、有峰口、スキー場と、なんか近くに、なんだっけ、忘れてた、なんとか神社があるらしいので、駅の音があったんですよ。なんで、結構来てる方が多いみたいですね。サビ。なんか乗ってきた電車がね、なんだっけ、施設はあんま電車詳しくないんだけど、とか覚えてないんだけど、三両の、レッドアローのやつあれが来て、まあ寒くて。ようこそどっこへ、立山へ。これもなんか小屋がありますけど、三両でギリギリって感じですね、ホームは。車はすごい通るんですけど、さっき自分と一緒に降りた、なんだろう、会社員っぽい姿の方が降りてかれましたけど、どこへ行ったんでしょうね。とても不思議なんですけど、神社行ったんかな、参拝かな、なとこですかね、はい、なとこでしょう。待合室入ってもそんな高くないけど、待合室で待ってよ。まだ20分ぐらいあるし、はい、ということで、声が出ね、茅ヶ木駅でした。